はい、ということでね、山形県、ちょっとうちの枠には思い入れのある場所にもう一度来ました。久しぶりですね。こちらはね、白山島という日本海にね浮かぶ小さな島でございます。こちらがね、一応心霊スポットと噂をされている場所です。生配信の映像なのでね、ちょっといろいろ不具合あるかもしれませんが、ご理解の上でご視聴ください。では行ってみましょう。心霊ズバッと。そう、一度二度来てますね。写真撮りますね。いや、でも iPhone で来てるかな、この前ツイキャスだったかな、前回は。これちなみにもうここ日本海です。見えないけど、一応ね、いわくをここで出そうと思います。今映像と音声は大丈夫ですか？映像は今画像か。まあね、自殺者が多いということですね。これね、夜の12時ぐらいまではね、この橋にね、若干ライトアップされてるんですよ。これ、12時以降に来るとこう真っ暗なんですけど。こちらの橋ね、このね、なんか橋のところにライトがあって、12時ぐらいまでついてるんですよ。確か。で、俺、この前かな、いつかね、11時ぐらいから配信して、行きは電気がついてて、で帰り通ろうと思ったらもう電気が消えてたというねあ、時間なんだって思いました、その時。じゃあ行ってみましょう。ここはね、白い手がここから出てくるっていう、こっからあの海の渡ってあっち側に島があります。ここに島が見えますかね。見えないか。めっちゃ低いっすよ。このライトがねついてる時もあるんだよね。あ、ちなみにもう下は本当海。これね、荒波の時はもっとやばい。今日はでも穏やかですね、意外と海が。過去に来た時もっと風が強い時とか荒波やばかった気がする。足元から手を掴んで引っ張ってこようとする自殺者の例もいると言われてます。そうですね、そうそう、東北の東尋坊と呼ばれてます。ここ自殺も多いし、まあ、ただ規模がね、大島とは全然違います。島は結構歩くの時間かかったけど、
ここはね、本当は一周、まあ、今はさっきも言いましたけど、落石のため通行止めなんですよね、途中まで行っちゃうと。一周できないんですけど、今はね。そう、結構ここ魚釣りね、やってる人いらっしゃるらしいですよ。ちょっと写真撮ります。その地元の方とそのなんか嫁さんの旦那さんが俺のこの明るいライトを見て、なんじゃっつって来てくれ、いろいろお話を伺ったんですよ。そのお父さんの方がね、ここの地元の方で、そういう噂はあんまねえなって言ってましたけどねでもやっぱね、魚釣りしててなんか変な体験をする人はいるみたいです。ただ おじいちゃんは体験がなかったみたいで、もうこの下は海ですね。海藻みたいなのがすごいね、これ過去に来た時より画質がいいな過去に来た時よりも俺のライトの性能もいいし、 iPhone の画質もいいから、すげえ配信が綺麗。こんな綺麗な白山島配信初だな。できたら一周したかったけどね。もさもさ生えてましたね。こんな綺麗な配信で見えてましたよね、今ね、綺麗に。怖いところなんですけどね。水はきれい。これで今もうすぐ渡りきります。ここに島があります。ここに前と変わってないかな、通行止めの場所は。どっちから行こうか、左から行こうか。右に神社があるんですよね。これがね、俺前も言ってた、見たことない人にとっては新鮮かもしれないですけど、配信者的にはやっぱ一回来たことあるところだから、どう行こうかってこう思っちゃうのが俺はあんまり好きじゃないんですよ。前も言いましたけど、あ、もうここも落石に立ってんのか。成虫、カル、やっぱ寄生虫になっちゃってんだ。でこれうちの枠ではここ右にカーブしてるじゃないですか。ここを一番最初に来た時に右曲がってまっすぐ行こうとしたら、目の前から男の人が2人歩いてきて、いきなり夜中に、うわっと思って、その動画も残ってるんですけど、俺が、あ、こんばんはって言ったら、こうやってね、歩いてって、ここに人が歩いてきたんですよ、前から。びっくりした、こんばんはって言ってたら、すれ違う時にポケモンですかって言われた運命的な場所ですね。いや新年配信です。ここが噂のポケモンですかの場所ですね。これ1周年記念枠だからもう4年前、こっから行けなくなっちゃってるんだもん今。違う、これ関係ないよ。ここに慰霊塔みたいなのあるんですよね。
真撮っとこう。久しぶりに来たね、ここね。なんか誰か言ってたんだよね、その配信の時に。島にしか出ない、なんか海沿いにしか出ないだから、なんか感じで、もう波が今日荒くないですね。もっとなんか荒い、いつもこの途中までは行けるんですよね、今でも。やっぱこのね、落石でこういうとこからゴロゴロとさ、上に岩があるじゃないですか。こういうのが落ちてきちゃったんだって。ほら、こういうとこもさ、なんとなくもこれも遊歩道にさ、こんだけ石がゴロゴロ落ちてきちゃってるんですよ。これがまあでかい石だと危ないからいけなくなっちゃってるんでしょうね。メンバーシップの人しか見れません。懐かしいね、写真撮ってきますね。結構暗い。多分このもうちょっと行ったら行き止まりなんですよね。通行止めになってる。まあでもまあまあ歩けるよね、これ。だから1周20分ぐらいでしたっけ、確か。半分歩けないとはいえ、半分がその中で山を、階段を登ったり下ったりして反対側に出るんですけど、そんなに距離あるわけじゃないですよね、これ。こっから先も。そうだから、これ一周してちょうどいいぐらいの配信だったんですけどね、前までは。まあ、しょうがないですよね。危険だから入れなくなってるわけだから。いやでも過去に来た時よりも一番綺麗な配信ができてますね、多分。こんな綺麗な配信じゃなかったそうだ、過去に来た時は。電動キックボード。通行可能時間は4月27日から10月14日午前7時から日没までなんですよ。一応これ。これが上にずっと行って、この山の反対側でもう一個階段があって、下ると反対側に出るんですよ。こっからがっつり打ち込まれてます。この階段をまあずっと登っていくと、あの多分今草がボーボーになってきちゃってるけど、あそこ右に曲がって、この山の裏側を沿うように向こう側に行って、一回また降りるんですよね、下る。で下るとちょっとなんか下がね、金網で海が見えるみたいなところまで行けて、あっ
船虫。うちの一時期流行語大賞の決勝ラウンドに残りましたからね、これ。船虫っていうこの部分が2年ぐらい前の流行語大賞の決勝ラウンド残った船虫ですね。おとなしく通行禁止の先は行かないようにしよう、今年は。これこっちからも行けるんだっけ。船虫は食えないんじゃない。でもこれよく見ると可愛いんですよ。これよく見るとね、顔が超可愛いの。いや意外とね、よく見ると顔が可愛いんですよ、クリックリしたお目目で。よいしょ。あー、なんか餌にするっていうよね、恐怖。この上もなんか行けなくなっちゃってるね。何があんのこれ。でもこれさ、めっちゃ落石してるもん、この看板。ほら、落石っていうかもう崩落してるよね、これ。階段とか地震なのかな。地震でなのか、もう耐久性の問題なのか、分かんないけど、これが神社ですね。これ、ここ行けなくなっちゃってんだ。こっちから行けなく、あー、階段がもう見える。階段が階段じゃなくなってる。わかる、これ。ちょっとズームにしないとわかんないかな。これ階段が崩落しちゃってるんだ。だからこっちから行けなくなっちゃう。こことかももうめっちゃ落石してるんだね、これ多分。網が、崩壊してる。ゲームによくあるかな。ゲームによくあるんだ、あれ。怖いな、この下り坂、急で。下り坂やば。ねえ、落石で破壊されたのかな。まあでも確かにいっぱい岩を落ちてるもん、ここら辺。あの神社でも反対から行けるんでね、今から行けますね。もう突っ切って行こうかなと思ったんだけど今甘くはなかった、そんなに。そんなにして世の中甘くなかった。ちょっと突っ切ってショートカットしようと思ったら考えが甘かった。やっぱ一回来たことあるところだとこういうことが頭に浮かんじゃうんだよ。ちょっと面倒いからショートカットしようかなと思った。船虫踏んじゃうから危ないから。危ないよ。ライトとスマホ持ちながら怖い。一匹連れて帰る。なんかね、どこだっけ、あの金沢じゃなくて能登半島に一匹すごいね人懐っこい船虫がいたんですよ。ついてくるの俺に。そうだから、あれ以来ね、俺船虫がキモいって思わなくなっちゃったんですよね。前までキモいと思ってたんですけど、顔が可愛いんですよ。ゆっくり歩く、まあ、何なんだろうね。そのなんか金沢に、石川にいた時もゆっくりだよ、 G とかよりは。ほら
人懐っこいよ。人懐っこくて可愛いんですよ、船虫意外と。家では飼いたくないけど。人懐っこいの嫌だ。クレ袋に入れる？背中に張り付いてても俺船虫なら大丈夫。 G は嫌だけど。クレ袋に入れるか、新作に船虫一匹持って帰る。誰もリアトつこなくなっちゃう。いや黒かったらやばい、そりゃ。こちらね、こちらトイレですね。これは昔はなかったそうです、現場のおじいちゃん曰く。最近だってやっぱ。グゾクムシ、このトイレ結構綺麗、普通に最近できたトイレなんだけど、まあでも今一周できないからね、観光的にも微妙になっちゃってるよね。綺麗に結構管理されてるんですよね。でもただこう鏡があるから罠なんだよ。よしき。ダンゴムシ、グゾクムシ、ユリのトイレ、なんて書いてあったっけ。岩ユリの、岩ユリのご情緒。なんか滑舌が悪くなる。なんていうのあれ、ご情緒。なんか神社電気ついてんだけど、前ついてたっけ、あれ電気ついてたっけ。なんか綺麗に言っても便所、ソーラーパネル、消し忘れ、不審者対策か。あ、それはあるかもね。俺じゃん。こちらね、白山神社です。綺麗な鳥、こんな綺麗だったっけ。俺なんかここでね、一回すごいなんかガラクタ祭りなんだけど、これ何、これガラクタじゃねえのかこれ。勝手にガラクタって呼んじゃったけど、これなんかちゃんとした使うやつかこれ。でもこれ冷蔵庫っぽいの。あ、ソーラーパネル日本はダメなの。誰かあのおじいちゃん住んでるかな。電光って夏いな。不法投棄なんですかね。電光夏。今でもいるの電光。なんかね、うちの心霊一番最初に不可解な現象が起きたと思ってた場所はここで、なんかカランカランって音が2回入ってたんですよ、配信で。俺配信中には気づいてなくて。レンコちゃん見ないか、持ち帰る。カランカランと音がした、結局もう一回再検証に来たら多分これだったんですよ。これほら、ここ踏んだんだな、じゃあ多分。なんか鐘の音みたいな音が配信に入ってて、でもこんだけでかい音してるのに自分で気づかないのかね。配信中に気づいてもいいぐらいのさ、音の大きさなんだけど気づかなかったんですよ俺。でもう一回だから再検証に来たんですよ、ここに。
その時ね、何だったんだろうって分かんなくて、ね、配信ってさ、こういう風に見せてるから足元映してないんですよ。だけどなんかこう振り返ってる時に若干ここは映ってんだよね、こうやって。だけどね、分かんなかった、やっぱ実際現地に来るまで。なんでこんな金属音がしてんのと思って。あれ、おみくじがあるぞこれ。失礼します。おみくじ前あったっけこれ。前よりなんか綺麗になってる気がするのこれ。え、おみくじは絶対前なかったな。1枚100円、財布持ってきたかな。これマグロなんだ。財布持ってきたかな。いや、置いてきちゃったな。でもここの内ポケにもしかしたらあるか。あった、危ねえ。100円あった。これどこに入れるんだ。賽銭箱に入れろって書いてある。よいしょ。みくじちょっととりあえずお参りしてから見よう。ちょうどよかった、賽銭入れといて。この時点でラッキー。確かに。いやー、なんか今の時代って感じだよね。これなかった、お前来た時。まだ俺コロナ前に来てるから。これ。じゃあ皆さんもちょっとお参りしましょうか。今の音聞こえたでしょ、カランカランって。あれの音が入ったんじゃねえかみたいな、ちょっと憶測でみんなでちょっと話してた時あって。何歳ですか。俺ですか。79歳です。そうす、だからこれの音が鐘の音で、お前まだ帰るんじゃねえって言われてんじゃねえみたいな、これが。お祭りごとは再開する流れになってる。玉ねぎのキムチ食べられますように。どういうことやん。おみくじでも明るくないと見れないんだよな。こう街灯がどこにも、街灯がどこにもないな。ここが一番明るかったのかな、これが。いや、でもここだと見えないな。もうここで見るしかないか、でも。なんとかして。大葉食べらなくていいな。大葉食べなくていいわ。せっかくだからここで見るか。え、電波大丈夫？片手だけの難しいね。運勢は吉でございます。吉。願い事、遅いが思い通りになる。待ち人、音、音信あり来る。うせものすぐには出ない。旅立ち、リーなし。旅立ち、リーなし、行かぬが吉。来ちゃってんだよな。もう来ちゃってんだわ。飽きない物価上下、学問努力すればだし、相場変動する手を打て。来ちゃった。
争いごと心を穏やかにして吉。恋愛恋がたきに注意。転居十分でない。出産安産よかった。病気かるし。縁談心変わらねばかなうでしょう。というわけでございました。偽物 ETC カード。元気な子を産んでください。いいね、元気な子が生まれるのは嬉しい。よいしょ。もうちょっとギリギリまで行けるんで、こっちも行き止まりなんだけどね。さすがにこの階段は登れないよね、俺今の足じゃ。ここにね、一応神社の奥の宮的なのがあるんですよ。くっそ階段が狭くて、くっそ長い。俺でも足怪我しちゃってるからな。これ見える？こっからじゃ見えねえな。これ前より綺麗になってる気がするな。これ。これ俺今の足じゃ無理かな。行ってみる？ちょっと行ってみるかな。これ背負わないと無理だな。カバン後ろに。カバン置いていくか。盗みに来ないよね、ギアトツさんとか。カバン置いていこう。カバンでボディバランスが狂うとダメなんですよ、これ。カバン置いていきますね、ここに。よしこ。あ、そうなの？ホラー映画の。場所も登った子、場所関係ある？やばい。これ帰りマジでちょっと配信一回、止めていい？帰りは。帰りこれ多分、話しながら帰ってこれないと思う。両手下がっちゃうから。帰りはちょっと、一回ミュートにし、ミュートっていうか。これね、階段の段差が、幅が、足の幅より狭いんですよ。なんて言えばいいの？この、わかる？この一段一段が狭いんですよ。だからすごいボディバランスが難しいの。そして途中に休憩がないんですよ、この。わかる？このさ、踊り場みたいな休憩もないの。そう、だからこれ帰りは両手下がってると危ないから。配信は止めないよ。やめはしないけど、映像はちょっとポケットに入れないと俺が神殿になっちゃう。俺が神殿になっちゃう。カバンに貴重品あるよ。でも来ないっしょ、この時間。途中で止まっちゃうとなんかね、足のバランスが崩れて余計危ないんだよね。落っこったら確実に死ぬからね、これ。よいしょ。ちょっと足場が広いところがないな、どこにも。ちょっと待って。もう結構登ってきたよね、もうね。どうなってんの？もう振り向いたらやばいよね、これ絶対。マジ声が出ちゃう。マジ声が出ちゃうよ。
久々に挨拶していかないとな。でもな、ここ流行語大賞出ちゃった場所なんですよ、うちの枠の。ちょっと待ってちょっと待ってこれ。そう、降りる方はだから絶対配信つけらんないんですよ、これ。手すり持って歩かないと。まさかさまになっちゃうから。足がプルプルしてきた。長っ、こんな長かったんだこれ。ちょっと来た来たよ、みんな。文字打つ準備できてる？うちの流行語大賞知ってる人。ここはね、あの絶壁ではないんですよ、断崖じゃないんですよ。意外と海には飛び込めないから。あ、こんな休憩所の椅子なんて前なかったね。いやそうね、高所恐怖症降りられないかも。お参りしていきましょうか、皆さんご一緒にね。消えかかってる、消えかかっちゃってるよ。見えなくなっちゃってる。これ賽銭箱なんですよ。賽銭、賽銭って書いてあるんですよ、カタカナで。昔はっきり見えて、そう、昔はこれはっきり見えて、賽銭って俺が言ったこの一言が流行語大賞になったの、その年に。この場所から生まれた流行語大賞なんです。この発言が、音程がね、賽銭みたいな感じで言ったら、これが流行語大賞になったんですよ。賽銭。この音に似てると思ったの、足を踏むやつが。お久しぶりでございます。サイチェン、パイセン。疲れた。ちょっと膝がガクガクじいさんになってるから、膝リフレッシュしてからじゃないとこれ降りれないな。そうだ、これ写真撮っとこう。一応久々に賽銭来たから写真撮っときます、ね、椅子に座ろう。じゃあちょっと申し訳ありません、頑張って下る、命がけで下るんで、ちょっとこのまま配信つけてると危ないんで、とりあえず大変失礼かもしれませんが行きましょうか。白山島の白山神社で行きます。皆さんもねご一緒に、帰りにあの橋でも一回やります。無事生還を祈って。初見さんらしい。これ今ね、山形県の白山島っていうところです。合言葉はね、まだ知らない人も、バケラッタと、ひらがなでもカタカナでも構いませんので、打っていただけると嬉しいです。いきます。山形白山島、白山神社。
化けだった。雨みたいだよ。よし、じゃあちょっと命がけで帰りますね、この階段を。芝居以外は安全。間違いない。これさ、下から登ってきたらきついっすよね。よく考えたら。今まで誰ともすれ違ってないけどさ、ここ来た時。じゃあちょっとあの釣り組みやっててもらっていいですか。あの手すり持ってちゃんと安全に帰るんでゆっくり。ちょっとお時間かかっちゃうかもしれないですけど、すいませんね。下行ったらまだもうちょっと回るんで。スキージャンプ台レベルだよ、ほんとこれ。水平ラインここっすよ。水平ここ、これはちょっとね、あの配信しながら両手塞がったら無理だから、ちょっとすいません、一旦皆さん釣っててもらっていいですか。申し訳ありませんが、これはちょっとさすがに無理ですね。何の画像にしようかな。ちょっと待って、足がプルプルしてきて怖くて。ポピーにしようか。いや、すいません、ちょっと釣ってていただいてください。頑張って無事におります。ただいまお待たせしました。しんど、大丈夫でした。足がプルプルしてる足がプルプルしてる。登りよりは早いかもね。あ、でもなんか膝が笑ってる、膝が笑ってるよ。タイマーです。足ちゃんと2本あるよ足はちゃんと2本ある。ただ膝がプルプルしてる。あ、上りでプルプルしたまんま痛い。下りが多分その膝使ってないんだけど、痛い痛い。しんどいね、ほんとやっぱあそこ。その地元の人が来てくれた時、ここから下降りてったんですよね、あの岩場を。その魚釣りをするらしくて、あの下でよく魚を釣るらしいですよ、この下の岩場で。何が釣れるんですかって聞いて、何だよって言ってくれたのは覚えてるんですけど、もう今覚えてません。リュックありました、大事です。怪物体、雪じゃないこれ。怪物体これかな、これなんだろうね。なんか鍋みたい。パッと見なんかオレンジ色の鍋に見える。多分わかんないですけど、若干空明るくね。そんなことない、そんなことないか。なんかバグっちゃった。
うなむしねえ。おめめかわいいじゃん。きめえんじゃん。きめえって反応だったんですよ、俺はね、しばらく。でもね、なんか、かわいく見えてくるの、たまに、めめが。めめがかわいいんですよ、フナムシちゃん。飼いたいとは思わないけど。昔は俺もダメでしたよ、こんなの。Gも嫌いだし、足があんないっぱいあるやつ。ただね、目がかわいいの、フナムシって。G って目が見えないじゃないですか、黒いから。ここが最後の場所ですね。ここから先はね、行けなくなっちゃってるんですよ。フナムシちゃん踏みそうになるからあんま動かないで、俺の目の前で。さあ、とこは見ようか。お風呂場で飼う。こっから先が行けなくなっちゃってるんですよね。さっきも。あの反対側のあそこから。これが、見えるかな。ここも、この、階段がこう上がって、こう上がって、こう上がって、急に電波が。急に電波悪いね。しょうがないですよね。こう上に上がると下ってくるんですよ、ここ。下ってまた登って下るとさっきの反対側に出ます。もしね、ここの映像見たい人はね、まだここが、撮れた頃の俺の動画あるんですよね。ただすげえクソな時代、画質がクソな頃の多分映像残ってると思うんですけど、あそこまだ入れた頃。あ、そう、なんか急に電波がめっちゃ弱いですね、あそこから。あそこから超弱い。よし、じゃあ最後に、橋でバケタンやって、山形を後にしますか。これさ、下見て歩いてないと、船虫を踏んじゃいそうになるんですよね。俺がとどめは刺したくない。G だったら容赦なく踏めるんだけど、こうやって前見て歩いてると足元にフナちゃんがいっぱいこうやって横断してくるんですよ。危ないマジで。横断はしてこないで頼むから、ほらこうやって見えないから横にいると。バケタに歌わせる。まだ赤ちゃんフナムシとかもいる。ちっちゃい。これでもライトに寄ってくる習性あるのかな。みんななんか向かってくる子多いんだよね、ほら。さっきからほら、なんか去ってくってよりはみんなこうやって向かってくるんだよ、ほら。やっぱ光に寄ってくる習性あるのかな。横切る船虫。
を当てるとビビって寄ってくるのかな、逆に。なんか光から逃げるっていうのもあんまいないんだよね。まあいるけど中には、この辺あんまいないな。いや久しぶりでしたね、白山島。一人でこうやってちゃんと配信したのって考えると多分めっちゃ久しぶりですね。2年前に来た時はその地元のおじいちゃんと嫁旦那が一緒に歩いてくれたんで、一人じゃなかったんでね、久しぶりにちゃんとこう一人で来たの。全身光でまとったらゴールデンフナムシ、あでもゴールデンフナムシいたんですよね、金沢に。一人だけなんかね、その、だそれが多分、あの、アピール動画見てもらえばわかります。俺のあの、流行語大賞の船虫で、2020年の流行語大賞のアピール動画にその動画残ってると思うんで、もし船虫の映像気になる人いたら、ゴールデン船虫がいるんで。あー、そうかな、トイレ。どうなんだよ、この時間に来ないからじゃないかな。12時ぐらいまではついてるのかもしれないですね、あの橋がついてる時間までは。神社でした、ありがとうございました。でさっきもそのあのカーンって話をしたじゃないですか、カランカランって音、あれがあのさっきの場所プラスもう一回鳴ったんですよ、もう一回鳴ったんですよ。だからえってなって検証しようってなったんですけど、そのもう一回もあいつがいたんですよあのなんていうの、あの溝のやつ、もう一回も再検証に来たら、多分これなんですよ。でもこれ普通に歩いてたら鳴らない時もあるんですよ。普通に歩いたら鳴らない時もあるのに、ほら鳴らないですよね、こっちから来ると。なぜか多分この辺歩くと鳴るんですよね、ほらまたお前かなんだよ、本当にまさかの。こっち来たことあるっけ俺、あの石碑みたいなのがあるとこか。疲れた。これ暗くて見えないけど橋がここですね、これ。こっちが駐車場、ここに橋、ここはもう下は日本海。若干空が明るくなってきてる。この海綺麗ですね、ゴロゴロややこしい。あれ、あーもう3時12か。じゃあ明るくなるわ。じゃあちょっと最後に橋で化けて話して気管支に。そろそろ朝釣りの人とか来そうだもんな。帰ってきましたね。最後に橋の真ん中でわらたんやりますか。空明るくなってんの分かるかな。
かんないか、さすがに映像だと。じゃあね、本日あのねアンケートをご協力いただいたおかげで山形に来ることができました。誠にありがとうございました。誠先生いらっしゃい。一応ねもうこれ最後のバケたんですけど、こちらね白山島という山形の鶴岡市にある心霊スポットでございました。最後にね日本海が真下にあります。さあ皆さんもご一緒にこの時間まで起きてくださった方々、最後のバケラッタコメントお願いいたします。山形県のね鶴岡市血の枠では結構配信でよく出てくるんですけどね、白山島で来ます。バケラッタと打ってください。2回目、橋の上、橋から手が出てくる橋でバケラッタ。ありがとうございました。いやー懐かしいね。やっぱここに来るとなんか配信者としての心霊スポットって一つの今ではジャンルですけどね、なんかまだあんまり慣れてない頃に、結構初期の頃にここって来たんで、なんかすごい懐かしい気持ちと、なんか帰ってきた気持ちといろいろありますね。なんか感じるものがありますね、このスポットは。いやー本当感慨深い。ここの場所に来るたびに、これ来たの3回目かな4回目、1回目かな。一番最初に来たのって多分俺配信者をやりだしたあのきっかけの青森の旅の時に来てるんだっけな、確か1回心霊配信やるっつって確か。でその時30分ぐらいで熱が出ちゃって体調悪くて帰ったんだ、そういえば。でそれのリベンジってことで1周年記念枠で国道17号新潟まで行って、その後にここまで足を伸ばしてきたんだ、リベンジで。でその後に2年前にもう1回来てるから、今日4回目ですね。埼玉県民埼玉県民白山島4回目ありがとうございました。あ、そっか、もうポケモン GO が2016年なのか。あれが16、17、20、22って来てるんだね。じゃあよく来てるな。ここで花火も上げたもんね、なんかいつかね、この砂浜でなんか花火上げた記憶ある、ここで。そういえばよし帰ってきた。じゃあ締めを撮ろうかな、 YouTube の。はい、ということでね、山形使命を語っていただいたのは、うちの枠でよく出てきたね白山島でございました。 YouTube の方はね、もし何か感じた場所がもしあったら、あった場所と何が起こったかをねコメント欄にお願いいたします。
生放送の方はね、こんな遅くまでお付き合いありがとうございました。またもしよかったらね、他の心霊動画以外にもね、観光とかレトロ自販機とか、今はね面白い自販機とかも動画を上げてますので、もしよかったら概要欄にあるんで、 YouTube のチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。夢見ろよ。じゃあしゅ。